田さまるです。よし、どういです。はい、今回なんですけれども、はい、また、視聴者企画、はい、第2弾の告知でございますと。なるほど。そして、YouTuber あるあるあの企画。告知と、はい、日本連チャン告知をさせていただこうかなと思って今回動画撮っております。はい、まあ、多分サムネとタイトル見て分かると思うんですけれども、はい、1つ目、うん、視聴者企画第2弾、はい、振動編と。何ぞやと。はい。第1回ですね、皆さんどこファンなのというようなアンケートを取らせていただきました。はい、非常にね、多くの方が答えてくださってありがとうございます。というところですね、今回内容なんですけれども、みんなが思うプレミアの振動って誰っていう話でございます。そうですね、今回は特別にアンダー21と、はい。そうです、設定がアンダー21で、はい、プレミアリーグに所属している若手の中で、うんうん、あなたが推している選手は誰ですかというような、アンケートを取ろうかなと思っております。本当はね、欧州全体で、欧州とか、まあ、世界全体やってもいいんですけど、結構票数ばらけちゃったりして、ちょっと難しいのかなという、めちゃくちゃそうなんですよ、うん、思いもありまして、まあ、そう、プレミアのアンダー21と。そうですね、 あとは、まあ、アンダー23とかにしてもよかったんですけど、うん、23のメンツ、例えば、うん、カルバドリーとか、うん、リシャルソンとか、ここら辺は、ラッシュフォード。お前らはもう振動じゃねえだろと。おい、ワンランク上よと。まあ結構いろいろあると思いますよ。はい。それこそ、まあ、サカ、フォーデ、マウント、うん。ここら辺はやっぱり有力。そうですよ。まあ他のビッグシックス以外にもね、いい若手いっぱいいますよ。ランプティーとか。ね。で、なんか俺第1回の動画で、はい、なんかライバルチームって考えたんだけど、はい、なんかちょっとチームで、2連チャン被るのどうかなと思ったんで、今回ちょっと急遽変更して、先週。うん、に設定させていただきました。はい、答え方はですね、コミュニティの方から、飛んでいただいて、その投稿から、うん、コメント欄に飛んでいただいて、はい、まあ、書いてある選手に、まあ、自分が推している選手にいいね、グッドボタン、はい、そして、まあ、コメントをぜひぜひいただけたら幸いでございますと。はい、今回も前回と同様、有名どころは、はい、我々の方でコメントしているので、はい、我々のこうコメントにこうグッドボタンを押してくれればいいんですけれども、うん、もちろんそれ以外にもたくさん素晴らしい選手いますので、そういった場合でこう理想上がってないよっていうやつの選手はどんどん皆さんで、コメントしていただいて、うん、そちらの方にグッドボタンを、うん、よろしくお願いします。はい、期限は大体1週間ぐらいを想定していますので、はいはい、ぜひぜひ皆様、コメントそして、投票よろしくお願いしますと。お願いします。ということでですね、うん、ここからが第2弾でございます。うん、現在撮影日が3月1日、はい、なんですけれども、うん、登録者がですね、14,864人と。なるほど。もうちょいで15,000人と。そうですね。キリですね。キリがいいです。といったところで、はい、質問コーナーをやろうと思っております。まあ、大々的に有望かどうか。まあ、生配信とかでは、うん、プライベートというか、そうですね。リアルな話してるんですけれど、うん、動画では一切自己紹介とかも上げてないし。そうですね。まあ、気になってる人もね、ちょっとぐらいはいるんじゃないですか。ちょっとぐらいいるじゃないですか。4人ぐらいいいんじゃない、まあ、嬉しいっすね。4人に届けばいい。4人届けばいいっすね。まあ、あるのか知りませんか。うん。まあ、どんな質問であれ。うん。この動画のですね、今回はこの動画でございます。この動画の、コメント欄の方で、うん、こう質問を書いていただいて、我々が、まあ、できる限り拾うのか、はい、何個拾うかわかりませんが。そうですね。まあ、あんまりにも、ちょっとセンシティブな内容は、答え兼ねるんですが。そうですね。まあ、もしね、はい、仮に、質問があるよとか、はい、1% でも、興味を持ってくださる方がいれば、はい、ぜひぜひコメントよろしくお願いします。お願いします。はい、今回ですね、2本ほど、うん、視聴者企画というか、皆様の投票待ちの企画を告知を2本やらせていただきました。はい、両方とも1週間ぐらいを、期限にさせていただこうかなと。まあ、1万5000人いかなかったらあげないけどね。質問コーナーの方は、一番5000いってから、そうっす、動画撮ったりして、150が無限に埋まんなかったら、無限に上がんない可能性ありますから、まあ、ぜひ、チャンネル登録してない人は、しといてください。よろしくお願いします。はい、といったところでですね、よければチャンネル登録、高評価、再びですが、よろしくお願いします。お願いします。TikTok、Twitter、Instagram、概要欄からお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。